こんにちは、ひかりです。今回はトイプラネット伊勢崎店さんの戦隊コーナーです。スーパー戦隊のおもちゃのコーナーになります。ロボット、激アツ大王ね。やっぱね、ニンニンジャーとか獣王ジャーあたりは今安いかな。あとキューレンジャーとか、でもうちょっとするとルパンレンジャー対パトレンジャーあたりが出てくるのかなと思います。こんな感じのね、オリジナルセットっていうか、まあもう合体したね、最終形態にしたのとかも売ってますね。さあ、そしてゴセージャーとかもあって、上の方には箱入りがありますね。箱入りのロボ、で下が裸のやつなんだけど、この子何なんだろう。この子知らないんだよね。2999円。これ戦隊のロボなのかな。何のロボか分かんないんだよね。謎です。なんかね、ちょっと戦隊のロボとはね違うなって感じはしますね。作りが安っぽいってわけではないけど、なんか違うんだよね。で、これがアバレンジャーの色違いの方だね。アバレンジャーのロボ俺当時持ってなかった気がするんだよな。見てたんだけどね。で、僕が欲しいレッドパンチャーですね。で、後ろにはメガボイジャーもいるんだけど、これがね、よくわからないんだよね。これ何なんだろうね。これはちょっと古い感じするんだけど。そう、これはね、初めて見たっていうか、最近入荷したばっかっぽいから、あんま見たことないやつだったな。結構古そうだよね。まあ、黄ばんじゃってるけどね。で、箱入りの方がこうあって、レッドパンチャー欲しいね。さあ、そして、オーブロッカーね。オレンジャーのロボも全部揃えたいんだけどね。なかなかね、タックルボーイがね、ないね。全然見かけない。一番見かけないかな、タックルボーイが。さあ、そして、ここら辺がね、バラの戦隊ロボコーナーですね。ロボの、その、ね、パーツずつが売ってるっていう感じで。これは戦隊のじゃないだろう。なんだろうと思ったんだけど、あれ、これ違うなと思いましたね。エンブレム見ても多分違うけどね。さあ、そして、レジタンクがまだ売れ残ってますね。やっぱアンテナがないからかな。値段は安いんだけどね、レジタンク。まあ、あと需要があんまないのかな、レジタンクっていうのは。ルパンレンジャー対パトレンジャーのアイテムも799円。これからもっとね、トイプラネットではね、安くなっていくと思います。そしてなぜかね、サーガがいました。そして、これなんだっけ、オーレンジャーのレッドのとこかな、違ったらごめん。そしてなんかあるかな。銀河マンのね、ロボはね、重いからね。銀河用だっけ、超合金なんだよね。めっちゃ重かったイメージで、当時ね、結構遊んでたんだけどね。さあ、そしてここら辺が、恐竜ジャーとか獣王ジャーとか。恐竜ジャーのロボはね、そんなになんか安くならないイメージがありますね。やっぱ安くなるのは獣王ジャーあたりかなって感じはするかな。で、ポピニカ獣レンジャーだね。これ欲しいなと思ってます。劇中でも乗ってるもんね。で、これもいいね、ハリケンジャーのね、なんていうの、ハングライダーみたいな。ハングライダーで合ってるかな。で、これがね、新しく割と入ったみたいなんだけど、プラデラじゃないや、ミニプラの旧レンジャーのやつがもう組み立ててあるやつがありますね。僕とか結構組み立てるのめんどくさいからね、嬉しいよね。で、これ、ね、重要じゃん時に出たちょっとちっちゃいバージョンのなんかミニプラみたいなやつですね。これね、僕的には組み立てるのめんどくさいから、結構丁寧に組まれてるし、これはありがたいんだよね。安いし、値段も299円とか499円とかだから、結構セールで買うより安いのかなって気はしますね。そもそも組み上がってるのは嬉しい。で、ゴーオンゴールドもいて、で、こっちの方にまあコレクションアイテムとかありますね。9玉とかね、最高9玉とか光9玉とか。で、箱入りマジレンジャーがあったりとか。9玉で、真剣ジャーの秘伝ディスク、最近まあ新しく入ってこないんから、あんまりもうね、さすがにね。で、9玉はもう溢れてますね。
ちなみにキュータマはね、緑色のやつで1個レアなやつがあるんだよね。あのキューレンジャーチョコの、あの当選品のやつがあるから、あ、緑色のはちょっとチェックしちゃいますね。お、これよく見るやつだ。でヘッダーとかがあって、ゴセージャーの、まあ、ゴセージャーのヘッダーもこれから減っていくだろうね。もう新しく発売されてないからね。レンジャーキーも、でもレンジャーキーはまだまだ多いね、トイプラネットね。で、充電池はちょっと落ち着いてきた。で、まだ多いね、列車は。うん。そして箱入りの武器だね、こっちがね。もう、キューレンジャー、特急ジャーあたりは多いね。前は激レンジャーとかゴーオンジャーすげえ多かったんだけど、最近はそうでもないんだよね。結構古いやつとかもありますね。うん。ほんとね、結構古いやつとかもあったりするから、あ、これ、こんなあるんだとかあるんだよね。10レンジャーのやつとかがあったりするから。で、これとかも古いじゃん。隠レンジャーの。隠れ丸？うん。あ、箱入りで5999円。まあ、そんなもんだろうね。僕これ当時ね、あの箱はなかったけど、持ってましたね。僕ちっちゃい頃に中古屋で買ってもらったぐらいだから。うん。あ、これはあれだ。手裏剣ジャーのやつだね。これはね、最近買いましたね。あの、バットみたいなやつね。マイクとバットになるやつ。で、これがゴーオンジャーの、ハイウェイバスターか。で、ブラックとグリーンの武器がつくと、スーパーハイウェイバスターになるんだけどね。僕は、一応それは持ってますね。ゴーオンジャー系は結構集めたからね。で、ゴーカイジャー。これかっこいいよね。ゴーカイジャーの剣はね。結構劇中でも使われるからね。銃と剣でね。これは戦隊じゃないと。激バズーカとか。激バズーカ一時トイプラネットね、100円だったからね。安いよね。あ、俺、アバレットのね、武器ね、あの、持ってるやつが壊れてるんで、買い直そうかなと思ってるんですよね。これは何？これハリケンジャーの武器かな？ハリケンジャーの剣かなと思う。1599円。うん。ハリケンジャー系のアイテムって結構高いのかな？あ、これが10レンジャーだね。安いんだけど全然売れないんだよね、なぜか。白虎神剣。これとかもそんなに高くないんだよね。なんか、もっと高いのかなと思ってたら、意外と安いんだよね。そして、スターバーガーだっけ。とかあって、なんかあるけど、これね、変身アイテムでね、たまにレアなのがあるんだよね。核レンジャーの変身アイテムじゃんとか。あ、ゴーバスターズのこれ欲しいんだよな。100円にならないかなと思ってるんだけど、なかなかならないね、あれはね。で、冒険ジャーの変身アイテム。これかっこいいんだよね、変身するときね。相手の剣のとこにこう当てて、プシャーンつって。摩擦で変身するんだよね。でウルトラマンのアイテムとかもちょっと入ってるけど、でマジレンジャー系とかもあって、なんか欲しいのあるかなあ。エンジンがいましたね。エンジンがなんだっけ、スピードル。スピードルは変身アイテムではないと。ゴーバスターズってアイテムはかっこいいんだけどね、物語がそんなに僕はハマんなかったかな。でキャラクターかな、キャラクターにあんまハマんなかった気がする、ゴーバスターズは。で、ボゴーンジャーね。これいいよね。箱入りだから安いなと思うけど。で、恐竜ジャーのクロンロロボット。これ結構、なんか数出回ってるよね。どこ行っても高いけど、数は出回ってる。そしてロボがやって、真剣ジャーね。真剣ジャーなんか最近10周年とかで話題になってますよね。で、激レンジャー、最大王。最大王欲しいな、これ。買いたいな。でも、でかいから邪魔になっちゃうんだよな。でも、劇中では結構活躍してたしな。レッドパンチャーやっぱ欲しいけどね。値段がなかなかね。1500円か。もうちょっと安く買いたいなと思ってるけど、なかなか無理かな。そして、あ、ガオゴリラだ。これ赤いやつもあったよね。俺ね、緑のは持ってなくて赤いのしか持ってなかったんだよね。ちっちゃい時ね。で、あ、懐かしい。ハリケンジャーの、なんかボールの中にいろいろ入ってるやつ。これはね、結構大事なやつなんでね。最終ロボになる時に絶対必要なやつとかあって。
お、激ウルス、ウルフ、箱入り珍しいな。激バイオレットのね、まあロボット、ロボなのかな、激レンジャーの場合。何なんだろう、あれ。激ビースト、何なんだろうね。箱入りはなんかあんま見ない気がする。で、この辺のカエル系があって。あー、ガオライオンだっけ。欲しいな。豪快じゃん時のガオライオンだよね。でかいやつね。あれ欲しいんだよね。持ってないというか。お、激レンジャー。なんだっけ。激ゴリラ。なんだっけ。ゴロダー GT とか。エンジン用も最近値上がりしてるからね。これね、強烈王だっけ。さあ、なんかどんどん高くなっちゃってさ、なかなか手に入んないんだよね、強烈王は。アバレンジャーの色違い、タイムレンジャー。これね、ちっちゃい時買ってもらったんだよね。でもね、あんま遊べなかった気がする。銀河硫黄、星獣合体。側面にもちゃんとね、あるんだけど、これかっこいいね、マスクマンの。ねえ、なんか、基地ロボかな。箱入りね、なんだろうな、マジレンジャー見てないからあれだけど、箱入りか、まあ、銀河マンとかは欲しいけどね、銀河マンって武器付きだからね。あと、核レンジャーもか。で、ゴーンウィングスの武器と変身アイテムとかありますって感じで、今回は戦隊コーナーでした。よかったらね、他の動画もご覧になってください。それではまた、バイバーイ。Please subscribe.